やるなら決めろ、決めたら迷うな。今日はあるコンビニでの出来事をお話したいなと思います。昼ぐらいにそのコンビニ行くとね、マスクした若い男の子で、態度が悪いにも程があるなっていう子がいました。並んだんですけどね、どんどんね、頭きてね、なんで頭くるかって言ったら、多分学生だと思うんだけどね、この子このままでずーっとこんなこと繰り返してると、これ習慣になって、もうダメだなって、これは注意しないとダメだなって思ったんです。で、俺の番が来ました。全くもって、態度悪い。声が小さい。無表情。目合わさない。典型的に態度悪い。と思ったんです。俺これ言いました。お前なって、俺気分悪いんやけど、わかるって言ったら、はみたいな感じなんですね。そらはでしょ。だって習慣だから、気づいてないし、悪いもんないし。だから言いました。何人ぐらいレジ売ってんのって。お前100人か150人か200人かみたいな。またこの態度悪い。うん。ね。あ、そう。そしたらさ、お前、50人か100人か200人か知らんけど、その人たちは 100% 俺みたいに嫌な気持ちで帰ってるよ。前そんだけの人間に嫌な思いさせ続けたら、必ずお前に帰ってくる。それでええんかって言ったんです。注意してるから、後ろはいっぱい人が並んでるんですよ。だけど、ダメなものはダメ。っていう気持ちでね。それでいいのっていう気持ちでね。大きな声で言いました。そうするとね、それは困ります。って言うんで。そう。困るんやろって。それやったらさ、普通に目を合わせて、笑顔で、大きな声で、仕事しろ。体力が特に必要なわけじゃないやろって言って。嫌な気持ちを人にぶつけるな。お前に必ず帰ってくるからって帰りました。で、次の週にね、またその子目の前通ったんですけどね、トン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 って、今村さんって声をかけてくる仲間。たまたまその人はね、俺が注意してるところにいた人物なんで。あのアルバイト生ね、次の日から、めちゃくちゃ元気で明るく仕事するなってますよって言うんだよね。マジかと思って確認しに来ました。本当にね、別人みたいに元気に仕事をしてましたよ。俺また並んでね、こう言ってあげました。やるやんけ、やったらできるしって言って、俺は今爽やかな気持ちや、この連続の先にはお前の目があるから頑張れよって、そうやってね、励ましてみました。ニコって笑ってましたね。だからわかるんだって。人間は、言ってることないんだって。どんな気持ちなのかってことが大事なんで、さらにさらに確認できて、大変爽やかな気持ちでコンビニを後にしました。めでたし、めでたしです。いかがでしょうか。やるなら決めろ、決めたら迷うな。